ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年1月3日に開催された箱根駅伝のガイド、箱根駅伝2024完全ガイドに掲載されている出場者インタビューで、2時3時のローレミロアスが好きだと答えた輩がいるとして話題になっています。帝京大学2年の S 君です。個人情報に関わることは伏せておきます。好きなタレント、ローレミロアス。願いが一つ叶うなら、ダンブルドアに魔法を教わる。自分に関する小ネタ、監督によくいじられる。監督によくいじられる。監督いじりで元気100倍。監督いじりで元気100倍。星に認知されるために走る。といったことを答えてるみたいです。監督によくいじられるんか。監督いじりで元気100倍ってのが、監督にいじられて元気100倍なのか、監督のいじって元気100倍になるのかが、気になるところだね。ローレンは、彼を認知したのでしょうかね。認知されてるといいですね。さて、動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また、次の動画も見てくださいね。